180cm、74kg の亀井。これはナイスボール。中にどういう変化、要するに伸びのあるボールなのか、重いボールなのかというですね、はい、そういったことが分かってくる。どん詰まり。三塁は松山。連続出場です。これが福岡県の大会の成績です。連続2回目夏の甲子園です。二塁へフォースアウト。横浜高校松中と投げ合ったピッチャーです。3番今大会注目のバッターの一人、古木。去年の夏2年生で1回戦の長崎南山高校戦でライトへレフトへ2本のツーランホームランを打ちました。夏の大会の前から背中を痛めて福岡の大会にも出ませんでした。いわゆる急増キャッチャーの脇山です。打ち上げた。レフト文字で2アウトと村田、この脇山のバッテリー対トヨタ大谷打線、ちょっと注目しましょう。8時半プレーボール。甲子園の外野の芝はまだちょっと濡れています。よく取った松井。一塁1年森がですね、どのような攻撃を見せてくれるかというところがその、楽しみにしてるんですけど、ね、はあ、はい、まあ、河合投手は1回戦の感じからいきますとシュートを武器にしていてなかなかキレが鋭かったですがね。そうですね、非常に選手はリラックスして、監督さんも今日はもう思い切ってやるよということでしたからそうした力みが全くないような感じで1球目カーブでストライクを取りましたピッチャーの河合。シュートに詰まりました。ファーストへのフライです。風が強くなっていますが本間ワンアウトです。ちょっとボール打ちが目立ちますのでね、はい、攻める方からしますとボールに手を出さないようにしないといけないと思いますね、はい、さあ強打者登場です。上田3打数3安打。1回はランナーを二塁三塁に置いてライトオーバー、あっという間に頭上を越えていくライナーのツーベースヒットで2点を叩き出しています。そして
ピッチャーへの強襲ヒット、あ、ごめんなさい、ファーストへの強襲ヒットですね。そしてライトへのツーベースヒット、3打数3安打。これは中途半端でした。ショートは天野、ツーアウト。まあ、両チーム、松尾学園は9本、愛工大名電は8本のヒットを打っていますが、まあ、これだけランナーそしてヒットも出ているんですが、点が2回以降は入りません。昨年の秋からこのピッチャーになったという、まあ、ピッチング練習を、ね、始めたというこの鈴木です。ツーアウトランナー一塁です。まあ、随分走り込みをしたり筋力トレーニングをしたということですが、秋からはどの辺が一番の